どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、ヒルトンホテルが宿泊実績2倍キャンペーンをですね、なんと発表いたしましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ヒルトンホテルはですね、本当に今ね、10月の12日の今2時半ぐらいなんですけど、2時ぐらいにですね、ヒルトンホテルが宿泊実績2倍キャンペーンをですね、発表したんですよね。でですね、で昨日ヒルトンはですね、2023年のヒルトンホテルのね、特別対応も発表したんですよね。で、今ね、この特別対応の動画を撮影して編集しているところで、こちらの発表がありましたので、今回の動画ではちょっとね、ヒルトンホテルの宿泊実績2倍キャンペーンね、解説させていただいた後にですね、その後ね、そのまま特別対応の、ね、話に動画ね、映させていただきたいなと思いますので、ちょっとね、途中で区切りとか入ってね、見づらい動画になってしまうかもしれないんですけども、ちょっとね、ここはご了承いただいてですね、今回の動画ね、見ていただければなと思います。ということで、なんとね、ヒルトンホテルが宿泊実績2倍キャンペーンをね、来ましたね。いやー、これね、喜んでる方結構多いのではないでしょうか。私の動画のコメントとかにもですね、宿泊実績2倍キャンペーン来ないかなって言ってる人もね、結構いらっしゃいましたし、私はですね、ちょっと私の動画ではね、まだ出てないんですけども、私ね、ヒルトンのダイヤモンドね、防衛する予定だったんですよね。っていうかもう防衛完了してるんですよ。ですので、私はね、もうヒルトンのダイヤモンド修行終わってるんですけども、宿泊実績2倍キャンペーンね、来ましたね。いやー、このタイミングで来るとは正直思わなかったですね。まぁ、ちょっとね、ウィークオブワンダーのマリオットのキャンペーンで、ホーム&ビラのね、宿泊実績2倍キャンペーンがあったんで、もしかしたらヒルトンもね、宿泊実績2倍キャンペーン来るかななんていうね、ちょっと予想はしてたんですけども、正直もう10月過ぎて発表なかったんで、いやもう来ないんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、来ましたね。ということで、詳細ね、行きたいなと思うんですけども、期間はですね、2021年の10月の11日からですね、12月31日までっていう風になります。こちらのキャンペーンはエントリーが必須っていう風になりますんで、動画の概要欄にですね、公式サイト載せておきますので、確実にエントリーされてからね、利用するようにしてください。で、今回のキャンペーンは宿泊実績2倍ということで、1泊ね、宿泊していただくと、本来ね、1泊分のね、宿泊実績がつくわけなんですけども、1泊すると2泊ね、宿泊実績がつくっていう風になりますんで、今年の、ダイヤモンドステータスの要件が確か42泊だったと思いますので、まあ本当は42回泊まんなきゃいけないんですけども、21回宿泊すればダイヤモンド防衛という感じになりますかね。はい、合ってると思います。でですね、今回のキャンペーンはロールオーバーも可能っていう風になりますんで、ヒルトンホテルね、知ってる方はね、わかると思うんですけども、必要のね、ダイヤだったら今年42泊必要ですよね。まあ仮に50泊したとしたら8泊あぶれますよね。そのあぶれた分は来年に繰り越されるんですよね、ロールオーバーで。で、今回のキャンペーンでこのはみ出した分もですね、来年に持ち越すことができるっていう風になりますんで、もしね、今年ね、42泊されてもうダイヤモンド防衛されている方であってもですね、これからね、宿泊した分は来年にね、持ち越すことができるっていう風になりますんで、特にね、無駄になりませんので、しかもね、一昨日から昨日からか、全国旅行支援ね、始まっておりますよね。ですので、ここでね、ガツンと宿泊実績貯めておくっていうのもですね、決してね、悪くないかなっていうふうに思います。で、今回ね、宿泊実績2倍キャンペーンということで、上限ね、今回設けられておりませんので、まあ、宿泊すればするほどね、宿泊実績2倍キャンペーンで利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、ヒルトンホテルのステータスね、ゲットされたい方はですね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、こういった感じになってるんですよね。いやー、まさかね、このタイミングで来るとはね、正直思わなかったですね。で、今現在、宿泊実績2倍キャンペーンがこれで開始になりましたよね。ということで、ヒルトンホテルのステータス持たれてない方はですね、こちら、ステータスマッチありますよね。今、2022年に関しては、ステータスマッチをした後、7泊していただくと、ゴールドが2024年3月31日まで利用することができるんですよね。で、ダイヤモンドの場合は、ステータスマッチした後にですね、12泊すれば、ダイヤモンドが2024年3月31日まで利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらね、
ぜひ狙っていただきたいなと思います。宿泊実績2倍キャンペーンね、これカウントしていただけるっていう風になりますんで、ヒルトンの場合は OK なんですよね。ですので、ステータスマッチをして6泊すれば、ダイヤモンド2024年の3月31日まで利用することができるっていう風になりますんで、このねステータスマッチ自体についてはですね、動画ね出しておりますので、もしね利用されたいっていう方はですね、そちらの動画ね見ていただいて、ちょっとね内容が SPG アメックスって言ってるかもしれないんですけども、まあ、マリオットアメックス作っていただいて、ゴールドステータスゲットしていただいて、ヒルトンにねステータスマッチしていただいて、6泊すれば24年の3月31日までダイヤモンドね利用することができるっていう風になりますんで、またねこの6泊に関しても全国旅行支援でね利用していただければ、かなりねお得に利用することができるっていう風になりますんで、ぜひねこちら利用してみていただければなと思います。ということで今回のね、2倍キャンペーンのね解説については、まあ、こんな感じでね終わらせていただいて、ヒルトンホテルね2023年の特別対応のね動画も引き続きね楽しんでいただければなと思います。ちょっとね見づらい動画になってるかもしれないんですけども、そちらの解説もねぜひご覧ください。ということでどうぞ。どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、ヒルトンホテルの2023年の特別対応ですね、こちらが発表ありましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということでヒルトンホテルはですね、昨年の9月にですね、ヒルトンホテルは早々にですねステータスの延長をね発表したんですよね。で本来ね、ヒルトンのステータスっていうのはゴールドになるためには30泊、ダイヤモンドになるには60泊ね必要なわけなんですけども、今年はですね特別対応で、ゴールドは28泊、ダイヤモンドは42泊でねステータスね獲得することができるっていった形になりまして、またねポイントの有効期限がね今延長になってまして、12月の31日までね延長になってたり、宿泊実績がねロールオーバーみたいな、そういった対応がねあったわけなんですけども、2022年の発表でね、そろそろ来年のね対応発表にならないかななんていうふうに思っておりましたらですね、こちらねもう日付が変わっておりますんで、昨日ね、発表がありましたので、ヒルトンホテルね利用されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで結論をね先に言わせていただくと、特別対応はねほとんどありません。はい、ということで、2019年になりますかね、ステータスに必要な宿泊数等々はですね、2019年の本来の姿にね戻るっていう感じですね。ですのでステータスの延長もありませんし、ポイント有効期限の延長みたいなね、まあ、そういったものもありませんっていう風になりますんで、本当にね、2019年の、まあ、普段通りのですねステータス獲得にね、戻るっていった形になります。ではね、まあ、結論をね言わせていただいたところで、ちょっとね詳しくね見ていきたいなと思うんですけども、まずねヒルトンのステータスですね、2023年の獲得要件はシルバーステータスになるには10泊もしくは4滞在もしくは2万5000のベースポイント、ゴールドになるには40泊もしくは20滞在、もしくは7万5000のベースポイント、ダイヤモンドになるためには60泊もしくは30滞在もしくは12万ベースポイントの獲得っていった形になります。まあ知ってる方もね知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ヒルトンホテルっていうのはですねマリオットと違って宿泊数、滞在数、ベースポイント、この3つのどれかをですね達成していただければですねステータスがね獲得することができるっていった形になります。まあダイヤモンドで言えば、60泊してもいいですし30滞在していただいてもいいですし、12万ポイントのベースポイントの獲得、これどれでもね一つでも達成していただければですねダイヤモンドねステータスが獲得することができるっていった形になります。まあクアラルンプールね、まあ行かれたことある方ね知ってるかと思うんですけども、マレーシアのクアラルンプールってホテル代が非常に安いんですよね。ですのでクアラルンプールとかのね価格のすごい安いホテルをですねホッピングして、まあ、30滞在していただければですねダイヤモンドね防衛していただくみたいな、まあ、そういったこともねできるっていった形になるんですよね。でこの宿泊数と滞在数の違いなんですけども、まあ、ちょこちょこね、説明はね、させていただいておりますけども、一つのホテルに5連泊していただいても、宿泊実績はね、獲得することができるんですけども、1滞在っていうカウントになるんですよね。ですので、チェックインからチェックアウトまでがですね、1滞在っていう風になりますんで、まあ、先ほどのね、クアラルンプールで、
30滞在ね、格税豪と思うとですね、一泊ずついろんなホテルをね、泊まって移動していくみたいな。だからまあ一つチェックインしてチェックアウトみたいな感じでどんどんね、ホッピングしていく感じですよね。まあそれで30回で30滞在ね、していただければ、まあ獲得することができるっていった感じになるんですよね。ですので、この宿泊と滞在と、まあ獲得のベースポイントでね、ステータス獲得できるようになっておりますんで、これは本当にいいですよね。マリオットもこういった感じでね、マリオットの場合はね、宿泊実績だけがステータスの要件になるわけなんですけども、まあ、アンバサダーとか行くとまたちょっと違うんですけども、まあ、基本的にはね、宿泊実績でね、カウントされていきますので、マリオットもね、この滞在数とかね、入れていただいてもね、いいですよね。はい。これちょっとね、導入していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、こういった感じになります。それでは次にポイントですね。2022年に関しては、ポイント有効期限のね、特別対応が出ておりましたので、2022年の12月31日までね、延長になってたわけなんですけども、本来のね、姿に戻るということで、こちらもね、まあ元々のね、有効期限は2年間っていう風になります。まあこちらね、2年間は2年間っていうね、有効期限はね、あるんですけども、こちらね、アクティビティがないと失効するっていった形で、こちらね、マリオットと同じような感じで、加算があればどんどん延長されていくみたいなね、まあそういった感じになってるんですよね。ですんで、有効期限はね、またできるって言った形になりますけども、ヒルとアメックスとかね、普通に決済して、ポイント加算があればですね、ずっと、延長されていくっていう風になりますんで、まあ、ヒルとアメックスを利用していただいている方とか、ヒルトンホテルにね、よく利用されている方はですね、まあ、アクティビティがありますので、特にね、気にすることはないのかなと思います。それでは次にですね、こちらのヒルとアメックスクレジットカードですね、私はプレミアムカードなんですけども、このね、ヒルとアメックス一般カードであれば、年間150万円の決済していただくと、1枚ね、ウィークエンド無料宿泊特典がもらえます。このプレミアムカードであれば、年間300万円の決済、もしくはクレジットカードを更新するだけでもね、このウィークエンド無料宿泊特典っていうのはもらえるわけなんですけども、こちらね、名前の通り、ウィークエンド無料宿泊特典なんですよね。2022年に関しては、こちらも特別対応ということで、本来、金、土、日でしかこの無料宿泊特典っていうのは使うことができないんですよね。ウィークエンド無料宿泊特典なんで。ですけども、2022年に関しては、まあ、平日でもね、使えるみたいな。まあ、こういった対応がコロナ対応でね、導入されていたわけなんですけども、2023年に関してもですね、こちらもね、あるようです。で、これね、ちょっと保証はね、できないんですよね。というのも、公式サイトはですね、アメリカのヒルトン・アメックスカードのみ適用みたいなね、まあ、そういった文言が入ってるんですよね。ですけども、まあ、おそらくね、日本のアメックスも使えると思います。というのも、こちらね、去年もね、同じ記載がありまして、使えるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ今年になってね、実際私付与されて使おうと思ってですね、まあ使ったところ、平日でもね、使うことができましたので、まあおそらくね、来年もね、日本でも使えると思うんですけども、一応ね、規約を見るとですね、アメリカののみっていうふうになっておりますんで、まあおそらくね、そこを変えてくるっていうのもちょっと考えづらいかなと思いますので、おそらくね、使えると思います。私もね、今年ヒルトン森ジムね、この動画でね、問われましたけども、まあ、非常にね、一泊あそこ15万とか16万とかのね、ホテルを利用することができましたので、このウィークエンド無料宿泊特典ね、平日に使えるっていうのはね、本当に選択肢のね、幅としてかなりね、利用しやすいので、かなりありがたいですよね。それでは次にですね、アメリカで実施されているヒルトンのゴールドステータス、ダイヤモンドステータス以上のね、朝食無料特典ありますよね。2名分までね、無料で利用することができるわけなんですけども、これがですね、今、アメリカのヒルトンはですね、フード&ビバレッジクレジットに切り替わっておりますね。で、こちらね、金額なんですけども、こんな感じでですね、朝食を提供しない代わりに、このフード&ビバレッジクレジットを付与しますみたいな。まあこういった形になってるんですよね。で、ホテルブランドによって金額がね、変わっているっていう風になっておりまして、まあウォルドーフ・アストリア、LXR、コンラッドであれば、まあ1日1名ね、25ドルもらえるみたいな。まあこういった形になってるんですよね。これは優勝で泊まっても、ポイントで宿泊してもね、このクレジットがもらえて、ミニバーはね、使うことができないんですけども、まあバーであったり、レストラン、インルームとかでね、こちら利用することができるわけなんですけども、まあ普通に考えてね、ホテルの朝食って高いじゃないですか。まあこの前のね、ヒルトンミッドタウンの朝食もあれいくらでしたっけ ?50 ドルとか60ドルとかそんなもんでしたよね、朝食。ですので、全然足りないですよね、この金額じゃ。
ですので基本的にこれは早く終わってほしいね対応なんですけども、まあ、これが始まったのが2021年の7月から始まって、まあ、2021年年末までちょっと試験導入しますみたいな話で、まあ、導入されて、まあ、2021年の末に2022年もやりますみたいな感じで2021年中ね、まあ、延長になっていたわけなんですけども、これがですね2023年どうなるのかっていう話なんですけども、これねまだ決まってないみたいですね。公式サイトにね Q&A がこれが永久的な対応なのかみたいなね Q&A が立てられてるんですけども、ちょっと濁す感じでですね、私がね翻訳ソフトで翻訳したところだと、最善の決定を下すために評価し続けるっていうね、まあ、こういった感じで書いてあるんですよね。ですんで、まあ2022年の様子を見て決めていくみたいなね、まあ、そんな感じの濁した感じで書いてあるんですけども、まあほぼほぼ2023年もね適用されていくんじゃないかなと予想してます。まあこれはあくまでね私の予想ですけども、今アメリカ全土でねこの対応導入されているわけなんですよね。ですので、まあこれが2022年の年末とかになって、じゃあ2023年から外しますよってなったら朝食つけなきゃいけなくなるじゃないですか。ですんで、まあ、そんな急にね変更できるとはねちょっと思えないんですよね。まあホテル側もそうですし、もう公式サイトもねこれ変わってる、ステータス特典とかね変わってちゃんと表示されておりますので、まあ、そんな簡単にね変えられないと思うので、現時点でね発表していないってことは、まあおそらくね2023年もアメリカに関してはですね朝食特典がフード&ビバレッジクレジットにね切り替わっていくっていうね、まあ、そんな感じじゃないかなと個人的にはね思っております。まあこればっかりはねなってみないとわかんないんですけども、まあ、ちょっとねヒルトンミッドタウンねこの前行って、まさかねあそこは朝食が無料だったんですよね。いや非常に嬉しかったっていうか、本当に今ねアメリカ自体がですねこの朝食っていうのをああいったブッフェでね提供しているところは非常に少ないんですよね。まあお金を払えばねこのもちろん朝食っていうのはフルブッフェで利用することができるわけなんですけども、まあ、せっかくねホテルのステータスを持っているのあればですね、まあ、どこの都市に行ってもですね無料で利用することがねできたらいいなっていうふうに思いますよね。ということで、まあ、ひとまずね2023年に関してはおそらく延長じゃないかななんていうふうに思っております。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。